はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、メッタです。はい、私メッタね、ちょっと2023年ね、実は貧乏なんですね、節約したいんですというアピールをねしておりましたけども、一つ謝らなきゃいけないことがあります。それが人生最大の買い物を、してしまったということです。誠に申し訳ございませんでした。で、何をね買ったかと言いますと、はい、何だと思いますか？はい、じゃあ、4択くらい、1番、家、まあ一軒家みたいなイメージですかね。2、結婚という名の墓場。うん、まあこれも、まあいろんな意味でお金かかる買い物です。3つ目、車。はい、これもまあピンキリありますけど、ね、少なくともやっぱ100万以上、ね、数百万円レベルはね、まあ下手したら普通にかかるような、そんな買い物もちょっとあったり、すると思います。4つ目、超ハイスペックパソコン。まあ、これもね、結構パソコンってスペックによってピンキリ、これはあるんですけど、まあこれは数十万レベルってことですかね。まあ、私、Windows 派なんで、Mac 系みたいなね、あんな、ね、やばいやつはさすがに買わないですけど、それでもやっぱりね、買い直してね、いろんなものを積んだらね、結構な数十万くらいすると思うんですよね。ってことでね、まあ、この時点ですでにね、8月のね、ワールドカップのね、チケット代、およびね、それに伴うね、まあ、遠征費の、まあ、見込み15万くらい、ね、はるかに超えてるんですけども、まあ、いずれにしてもね、はい、やばい買い物をしました。はい、それではね、正解発表します。